1938年ですね、10月1日に、横須賀航空隊へ試験に合格してから入隊したと。訓練が何をやったかと言いますと、もっぱらその低空の、まあ、大体海上10メートルの高さを魚雷を積んで目標になるのが、桜島の方向にブイが浮かべちゃって、それをめがけてその魚雷を発射する訓練を繰り返し繰り返しやったということですね。10メートルよりも下を飛ぶってことはですね、飛行機に水が跳ね返ってですね、でそれの訓練を毎日毎日やったわけです。で何しにこんな訓練をやるんかなと思ったんですけどね、その時にアメリカと戦争するなんていうことは全然考えなかったですから。もう幸運なんかしないですね。もう私なんかね、どうせもう死ぬんだと思ってるからね。綺麗な島だなと思いましたね。あれがパイナップルのね、畑があのパイナップルがもう実ってね、点々と黄色いあの見えて、まあそんなことを考える余裕があっただけまだ良かったのね。それでまたその私の狙った船はウエストバージニアっていうね、もう後ろを振り向いて初めてね命中した、水橋が命中した時、わあ、要するに砂がさすぐ砂だから赤茶色してる、普通の深いところじゃない、まあ白で水があるんだけどね。だからね、ウエストバージニアなんていうのはね、全くね、こっちはもう沈んでもだと思ってるんだ。これにはね、非常に面白い話があるんですよ。いいですか？終戦の20年、昭和20年ってね、だから5月でした。だから終戦までもうあと3月しかなかったんですよね。で、鹿児島から出て、それで、真夜中に、沖縄の艦船、攻撃にいたわけですよ。そしたらね、スーッと前を通る船がね、どう見てもウエストバージニアなんだね。いや、おかしいな、ウエストバージニアがね、7発魚雷を受けて沈んだのにね、なんであんな、ああいう似た船が、あのね、全くね、これちょっと不思議に思って、あの非常に運がよくね、バランスよく水が入ったんで、あのまっすぐ着座したと、海底にねさっとこうついたと。そしてその700メーターしかないわけですからね、あの西側の東寄りの、あの海岸まで、そこにドックがあるわけ。それで自分たちはもうとにかく泳いでな、あのフォード島へ上がったと。だからほとんど死者はいなかったと、こういう話なんですね。だからそういう意味では非常にまあ運が良かったわけですから、いう話聞いてね、びっくりしちゃって、ね、7発ね、わざとったね、その船がね、1回ってね、2年半でね、もうこのアメリカの技術ってのは大したものだなと思ったんですね。まあ日本は一番戦争しちゃいけないのがアメリカだったんですよ、ね、アメリカと戦争するってことはね、無謀です。